ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。PS5 のエルデンリング14回目の配信です。今回はカーリア上巻、前回の終わりから攻略しているところの続きからやっていこうと思います。終わったらね、ずーっと見るだけ見ていってなかったこちら、レアルカリアの学院ですね。こちらも攻略していき行きたいなぁと思ってはいるんですが、どんだけかかるかだね、こっちのカーリア上巻にね。はい、では正門から始まって今上巻の下層まで来たので、ここから続きですね。で、多分外しか行くとこないよね、多分ね。なんか氷というか魔力が漂ってる。待ち伏せに注意しろーって書いてある。待ち伏せ？こいつか？こいつだな、きっとな。動いてこないよ、こいつらのことか。あー、飛んできてるの分かってたのに。あれ、めんどくさいやつ。あれ、あの手は上には上がってこないのかな。あ、届いてない。まずい。めんどくさいやつが来た。よいしょー。まだいたわ。危ねえ。ここにも来んのか。待て、ちょっと待って、今ガードしてきてなかったの？危ない。はい、ホタルさんいらっしゃいませ、おはようございます。開始早々ご視聴コメントありがとう。探検の罠があったか、ダガーというかね、すごい何かの予感。どっちかな、こっち正面もあるけどね。こっち方面か、外角に行くか内側に行くかだね。とりあえずこの内側行こうか。こっち側ね、ないな。また不安って出てくるんだろうか、敵が。いやー、これ降りたんだな、この人な。こっから、あ、違うな、普通に倒されただけなんだ。あれ、貴重なアイテムがあるぞ。本当か、出てこないな。ちょっと身構えてるけど、その先はなんか降りられそうだな。あとで降りてみようか。罠とはな。来た。オッケー。こんだけか。で、なんかここ意味ありげだよな。お、まだいたか。こいつだけ？いや、いるね。危ねえ。奥にいるわ。だけか。ちょっと行ってみようか。ほい。で、天井が抜けたりする？しないか。そこに、下りの、はしごがある。貴重なアイテムがあるぞ。本当だろうな。こっちは、では普通に下に降りるだけか。ここから来たんだもんね。よし、じゃあ入ってみよう。敵は、ちょっと注意か？いるかな？あ、これ、あそこか。開けられなかったところ。はいはいはい。夜と炎の剣だって。なんか名前がかっこいいぞ。これか、直剣だね。魔力と炎の同時ついている。カーリアの上巻に秘蔵される宝剣。伝説の武器の一つだ。これもか。魔術師の前身たる星見の始まりは空に近い遥か高い山嶺にあり、火の巨人がその隣人であったという。専用戦技、夜と炎の構え。剣を水平に構え魔術につなげる戦技。通常攻撃で魔力を夜の彗星として放ち、強攻撃で前方後輩に炎で焼き払う。へえ、すごいな。あの、上質系だけじゃなく知力と信仰も受ければ強くなるってやつだ。見た目どんな感じだろう。あ、なんか宝剣っていうくらいだから結構専用のグラフィックだね。耐久性能はなんか低そうだけど、過去シリーズだったら耐久性はなんか低めに設定されてそうな感じだね。すごい穴が開いているけど、ま、私にはね、この武骨なグレートソードが似合っているよ。で、こっからもう戻れないよね、きっとね。だから、またちょっとこっちに戻って、で、これ移動したら復活するよね、きっとね。敵がね。ですよねー。あ、危ね。
ッケーオッケー。お、リアルカリア兵の手工手工新しい、ね、よし、じゃあこの外角側を行こうか。お、ガードで弾かれたか。後ろいないよさっきのギャンつかダッシュで行ったらだね。お、カッコーのサーコート、ここに来て新しい防具がいくつか。後ろはいたね今ね。あ、だったか避けようと思っていたね。でここに魔法の罠の探検が。あー、余計なもの。一旦回復やなこれ。あの魔力の弾やめて痛い。あの魔力の弾を投げてくんのちょっときついなこの状況で。オッケー。ボルトを打ってくれてる間はそんな怖くないんだが。後ろにまた湧いたね。いやー、落ち落ち落ちる、危なかった。落ちたかと思った。よし、危ねえ危ねえ、危なかった。落ちたら死んでたねこれね。この先罠があるぞ。そうだね、そこに探検が刺さってる。お、あっちの、あそこ下降りられそうな場所だね。あれ、どっかから出入りできる場所かな。奥の方に続いてるけどね。ここはジャンプで行くのか、奥から普通に入ってこれるのか、もうちょっと先進んでから考えよう。祝福で戻ってこれるようにしたいよね。ここまで来たから。あっちの奥見たいんだけどな。下、あ、通路があるかちょっとわからないね。この先祝福があるぞ。お、それはありがたいね。で、これは上に上がるのかな、下か。あ、上に上がるんだ。祝福あるね。よし、これでここに帰ってこれるようになったから、あそこに小黄金樹の枝、黄金樹の枝だっけ。あ、そんなのがある。寂しい、友人はまだか。なんかでっかい狼いるな。じゃあとりあえずさっきの脇道のところ行ってこようか。若干気になってるのはこの下ね。何か名もなさそうだな。とあるダンジョンでね、あの昇降機の下に道があったりしたからな。ここはダッシュジャンプで行けるかいな。お、ミスったー今多分ダッシュできてなかったな。ダッシュジャンプのつもりがなんか普通のジャンプになってたぞ。あれ、動かしておいたはずなのに下に戻ってるな。なんでだろう。ここから始まったからかな。オッケー、今度はちゃんと飛べた。氷結晶の機能、これは壊せるだけか。お、下にも何かがあった。黄金のルーンの3か。最近使ってないからそこそこ溜まっている気もするけど。あれ、なんか上から見たらここにメッセージあったけど、こんなところに来ている人がいる、気になる。あ、落ちてしまった落ちてしまったやないか。メッセージを見に行かなければ。美しい、なんだろう、あの祝福のことかな。よし、じゃあ向こうのなんかね、手がいっぱいいたところ、こっちの下は何もないね。増えた、うるみ、ムチかな。形状がムチっぽいけど、あ、ムチだね。ムチ2つ目だ。打撃と斬撃、何の音、大丈夫か。斬撃系の武器なんだ。しなやかに鍛えられた刃をムチのごとく振るうか、野人の戦士の武器。これもガードやパリーに弾かれないのかな。誘い出しが有効だ。なんかいいね。あれ、敵？敵だ。なんだあれ、なんかでかいぞ。初めて見る形よね。あ、動いた。なんだろう、連続攻撃されそう。なんじゃありゃ。動き止まったね。おっと？痛い。なんか負け散らしてんの。いでで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 。あの手はなんだ？こっちの攻撃が通らないあの先端にダメージ判定あるかな。当たんないか。本体じゃないとダメだね。だ
こいつどうしようか、どこに誘い出そう。ちょっとこっちが行こういかい。こっち来てくれる？あ、来ないね。帰っていくわ。あ、来た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 。上には来ないのかい？登ってきた。危ない。開いてる時ダメージ伸びるね。あ、落ちた。あれ、下落ちた。この下に落ちたぞ。よし、じゃああいつは後で倒そう。あと一撃くらいだったんだけどな。いや、厄介に敵だったね。よくやったー。あー、でもここに来ちゃうのか。別のとこに来ちゃうね。まあ仕方ない、行こう。で、これ降りるしかないね。ちょっと先のところと外した。いて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 、まずい。あれは普通に食らっちゃダメね。お前を倒しに行こうと思ったけどお前から来たな。危なかった。ミリだったぜ今。こう、あ、でも何も落とさねえ。何も落としやがらねえ。そうか、意味なかったんだな、倒しよ。ただ単にこっちの進行を邪魔していただけだ。ほい、硬い。思ったより硬いぞこいつ。お、地名が取れるね。よし、で、これは黄金の種子かな。オッケーオッケー、いいね。今何個持ってたかな。3個あったらね、また強化できるんだけど。あ、2個か。あ、雫も1個持ってるから、回復量プラスにできるな。てかもうプラス7になるね。過去作より断然多いな、強化できる数が。あっち側にも、対岸にも何かある。じゃあ次の祝福で強化しようか。あっち側にも何か。OK。こんくらいかな。あとは素材か。お、なんかが待ち構えているぞ。鎧を着た巨人型の敵か、あれ。鎧着てるよね。魔法使うかな。お、はしごもあるぞ。あれ、ここ間空いてた。よ、これはどこにつながってる？裏道的な？知らん。特に待ち構えてるやつはいないか。あ、ここにいるわ。あ、そこにアイテムあった。かわいそうなやつ。隠し道はないぞ。で、あいつには気づかれてない今な。で、ここ裏取れるってことか。ジャンプいらなかったね。とりあえず巨人は後回しにしたいな。敵がいる。危ない。オッケー。祝福が近くにないのかい。あ、上に敵いるね。当たんなかったか。お、脇道がなんだ。あっちに飛ぶの。この先上が有効だ。そして下を目指せということだ。あれ、アレキサンダー違うな。アレキサンダーはこっち方面にはいないわ。はあはあ、まあまたここは後だね。戻ってこれなくなる道だから。祝福、いや、これボス戦じゃないか。ボスエリアだね、どう見てもね。あ、ここにあるわ。マリカのハサビが。どうしようか、行こうか。おそらくボス戦。あ、違う、奥だ。あっちの奥がボス戦だ。ここじゃないの。すごいなんかボスエリアっぽいけどね。なんかすごい広い。ちょっと待って、出てきた。え、あれ、ん、やっぱボスなの。あ、危険がいっぱいだ。痛い。新鋭騎士ローレッタ。待って待って待って、やばいやばいやばい。ノー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 。回復回復。え、こっち馬乗れないでしょ。痛い。うわ、やだ。馬呼べないわな。あ、やっぱボス戦か。奥にあの扉があったから、あれ、ここじゃないんだと思ったけど。あ、で、ボスの扉が出てきたね。なるほど、あいつがここのボスか。今呼べなくて、後で呼べるようになってたもんな。で、どうしよう。クラゲでいいかな。クラゲでいこう。さあ、ロケハンは終わった。この、魔法、足んない。危ない。ほら、こいつ回避能力異常に高いぞ。あ、でも耐久力そんな高くないね。
魔法はちょっと怖いんやけど、魔法気をつけたらなんとかいけるかも。危ない。お、いいねいいね。え、指名が入らない。ちょっと待って、今指名いなかったぞ。あ、なんか剣の数が増えたぞ。ちょっといでいでいで。いや、後半攻撃がさらに激しくなるね。魔法か、魔法が痛いな。なんけ、魔法に特化した盾なかったっけ。あ、それはあれか、この中盾とかにつけれるやつか。あ、さっき手に入れた、さっき言った前回か、まあ標門の大盾だと。え、でも氷耐性なんかねえな。え、霊気に対しても耐性があるってあるけど、そもそも霊気耐性の防御力とかないんだな。まあいいか、このままで。まあ、とりあえずクラゲで良さそうだったから、クラゲでやって、クラゲ速攻読んで、一旦下がる。いて、これはあれはチャンスなのか、わからん。おお、届くのか。ガードしててよかったわ。ご了承。んがー、ちょっとやん。これクラゲが倒したんじゃないか、そのまま。あ、もうミリだったな。あの弓はダメだな。後半使ってくる弓はダメージがめちゃくちゃでかそうだ。あ、もう一回行こう。あれは魔法を放ってくるから一旦回避して。いてい、いてい、ほらよ。あ、いてい、めっちゃ食らってる。オッケー、隙があるっぽいけど致命は取れなさそうなんだよな。で、半分いたから本気出してくるね。あれは多分ちゃダメージ持っていかれる気がする。食らうと、いれ、逃げてくれってしまった。いけそうな感じがしているんだけど、押し切れないって感じだね。押し行こう。さあ、今度こそ倒そう。初手は回避して、危ない。ああ、連続で食らってしまった。こっちに飛んでこなかった。あら、あー、返す刀が。これでひるめ。オッケー、ひるんだ。ひるんだところでダメージを重ねる。さあ、後半戦。あれ、数がめっちゃ増えてるよね。危ない危ない危ない。オッケー、一発の威力はそんな高くないけどね。で、ちょっと慎重に行こう今回はね。さっきご両相当していたけど、あー、ローレッタの大弓、さっき使ってたやつだね。と、千杯ローレッタの斬撃だって。馬から落とせたら使ってきたのかな。そして祝福が出てきた。いや、よかったよかった。一応回収した効果ゼロだけど。あ、ローレッタの斬撃どんなもんかな。これはこれか、魔力の大弓を生じ大矢を放つ。これか。この駅士ローレッタの戦技で前方に跳躍し、刃に奇跡の魔力を宿し、加速して一気に振り下ろす。あ、でも使えるのが2種類の武器だけか。行き止まりだと思うだろう。わかんない、また奥見てない。あと、この形のものさ、結構マップの各所にあるよね。点在しているというか。この先すごい何かがあるぞ。そうなの、壊せないけどね。何もなさそうなんだけど。さて、こいつがここのボスだったのか、まだ先にいるのか、どうなんだろう。この先竜がある。スリーシスターズ、場所が変わった。あ、で、上巻から出たんだな、これな。で、あそこ前方何かで封印されてるね。あ、で、馬乗れるわ。あ、じゃあこっから出るんだ。じゃあちょっと行ってない場所を見に行こうか。とりあえずあそこの鎧の巨人も倒しておきたいな。あ、倒しきれて、あ、倒せてた。びっくりした、起き上がってきたから。倒せてないのと思ったけど、こっち来ないね。上に上がってきてくれない。あ、届かない。へい、よし、じゃあちょっと巨人を相手取ってみよう。とね、クラゲ呼んどいてみようか。そらよ、もう一回からいける。オッケー、オッケー、こいつ、はい、どっちの攻撃今の。へい、危ねー。お、氷の出血したか。オッケー。よ、ほい、致命の一撃。お、トロールの騎士剣。これ今使ってたやつだよね。特大剣なのでは。あ、特大剣来たね。魔力持ちだ、これ。OK。
剣身に青い奇跡が埋め込まれた体験、カーリア王家に仕えたトロルたちの武器。女王が名役の友と呼んだ彼らは正式なカーリア騎士であり、人の騎士と共に剣を捧げたという。トロルの方向、周囲を吹き飛ばす衝撃波。新しい選択肢が増えましたね。基本性能はどんなもんなんだろう。スバイヘンダーよりは強いけど、あ、でも知力が足りないから使いこなせないんだな、これな。あと、知力を9上げないと使えないです。そしてついでに、この真下を倒しに行くか。あなた。こんなとこかな。じゃあ、向こうの、なんか下に行く道あったから、あそこに行ってみよう。この上のところね。で、普通のジャンプでも行けるか。下手に飛ぶと危なそう。慌てるんじゃない。壊せないか。さらに下だね。お、オッケー。でもう降りていいのかな。降りて大丈夫っぽいね。あ、壺攻撃してしまった。でかいのも来た。やべ、壺を攻撃してしまったから、わらわらと壺が襲ってくる。別にここにアイテムあったのみたいな。ひび壺。さすがにこの人数はまずいので、こんな硬くないか。オッケーオッケーオッケー。で、生き壺の破片。は、生肉団子が手に入った。あ、これな、中身一応いるっていう設定なんよね、きっとな。お、ぶっ飛んでいった。ダメージ判定ねえな、今の回転攻撃的な。いてててて。はあ、かわいそうなことをしてしまったね。で、あそこに、アイテムが1個あるね。あれか、今からあそこに向かうのか。多分だんだん降りていくんだよね、きっとね、これ。降りて、向こう側にもあるな。あ、でも向こう側降りていいのか。こっから降りると高すぎるもんね。一旦こっちだね。で、さっき敵対したからか、もう敵対するしかないんだろうか。ちょっとアイテムを見に行きたいだけなんだけどね。襲ってくるよね、これね。痛い。ダメージが痛かった。でかいのの壊れ方がちょっとえぐいな。で、あ、奥に1個アイテムあるね。お、炭石の3か。3もそこそこ欲しいね、まだ。お前らにはもう用はないから下行こう。なんで、やっぱりここだね。グレートカーリア。戦敗だ。これか。カーリア王家の象徴とされる戦技、剣身を魔力の体験と化し振り下ろす。試し用で2段階に強化される。あ、これなんか PV とかでよく見たやつか。あと、この上にもあった気がするんだけど、気のせいか。よっ。あー、寂しいよ。なんだこっちゃ。で、終わりか。多分この戦敗が目的だったんだよ、きっとね。とう。で、終わりか。で、ちょっと待ってね。これ罠ってまだ起動してんのかな。なくなったね、罠。あの、上空から降ってくるっていうあれ。あの、ここのボスのローレッタだっけ、あいつが降らせていたっていうことかな。ゆっくりね、探索できなかったから、改めて周りを見てこようか。いや、そもそも暗いな。一応ね、端っこの方までは見たとは思うんだけど、この先になんかネズミたちがいるくらいか。もうここのアイテムもあらかた取ったはずだしね。大丈夫そうかな。もしとりあえず攻略したから、そこの鍛冶屋の人に話を、忠告を無視してね、カーリア上官を攻略したから。なんか会話あるかな。忠告について。ああ、同じことしか言ってない。武器強化、お、グレートソードがさらに強くできる。やっとこう。で、炭石の5がいりますね、次ね。そしたらどうしようか。学院も行きたいけど、ちょっとこの先もうちょっと見ておきたいよね。で、ここ王家の月見場なんだね。月を見るための場所なんだ。とりあえず正面のあそこ行ってみようか。竜がいるみたいなこと言ってたけど、レナの魔術師と今は閉ざされている。各地にあるこの魔術師塔はギミックが周りに設置されてて、それを攻略すると扉開いたりするけど。で、あそこにドラゴンがいるな。
あと近くにスカラベがいる。この中が、あそこだ、正面にいる。千杯、霊気の霧。霊気の霧。似たようなものかな。競争、これか。武器に霊気をまとわせて霧、前方にその霧を生じる戦機か。で、武器の霊気はしばらく継続するだって。霊気属性がつけれるんだ。やっぱ結局、この、こいつの技使ってないんだよな。地下があったりはしないのかな。一旦離れよう。あと、この先の方に、ここね、風呂っぽい場所が。奇跡竜、アデューラ。あ、この人も奇跡竜だったか。あ、で、ここもなんか塞がれてるね。このアデューラ倒さないと、セルブスの魔術師と閉ざされてる。あの人倒さないとダメっぽいね。多分。あの人が鍵になってんのかな、あの竜が。多分ここにもあるんだわな。ドラゴンか。なんだ、ドラゴンと戦うには、場所が、とてもとても悪い気がするんだけど。まあ、ちょっと挑んでみるか。一回ね。で、ちょっと一旦戻ろう。天杯で、あ、霊気の状態以上125は一緒なんだね。じゃあ、このまま行こうか。あ、そういえば、これ使ったことないんだよな。どんくらい、なんか前方にって言ってたけど。あ、こんな感じね。はいはい。ドラゴン相手には当てづらそうだな。よし、じゃあ行きましょうかね。探しに行こう。お、いたいた。前方に。奇跡竜。アデューラ。止まって。さらにホーミング精度高くなってないか。やっぱ、あれだね、地形が悪い気がする。ゲイ、尻尾攻撃の、あとはチャンス。足踏み、可能なら、近場で、ちまちま攻撃してたいな。相手の炎を打たれる前に。あ、でも、飛ばれると厄介。危ない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 。びっくりした。見えてなかった今。逃げろ。うわはは、攻撃できないとこ行った。消えたね。消えた。初期位置に戻ったかな。あ、いたいたいた。HP 復活してないよね。だよね。復活してたら泣けるわ。まずい。おっと、一発何発か当たったな。ちゃんと壁の真後ろにいないと食らっちゃうね。お、なんか氷の剣、魔力の剣か、なんか口に剣加えてたぞ今。消えた。え、消えた。あれ、どこ行った。あれ、消えたね。本番はここじゃなかった的な。あ、ラニのところは入れる。あれ、ひとまず終わったのかな、アデューラは。あ、祝福だ。なんか、初期地点に戻ったっていう感じじゃないんだよね。あのドラゴン。穴が有効だ。これね。まだ上がある。この人が、ラニか。あー、これって、なんか PV とかでよく見た、あのメリナに似てる人なんじゃないかな。あ、久しぶりだな。あの時、確かレナと名乗っていたか。トレントも息災のようで何よりだが、汗人よ、何用があってやってきた。招待状を出した覚えはないのだがな。特に用はない。そうか、特に用はないか。面白い。ならばこの再会はむしろ運命ということだ。私に使えぬか。私は魔女ラニ。かつて死を盗み、今も暗き道を探している。そしていつか全てを裏切り、全てを捨てるだろう。どうだ、興味が出てきただろう。これなんかの選択肢か。エンディングに関わるかな。なんだろう、素性がよく知れないんだよね、この人もね。 PV で見る限りはなんか美人さんだったけどね。とりあえず手は4本あるらしい。どうしよう、使えてみようか。ない。そうか、それはよかった。お前は鬼人だな。あんな誘いに乗ってくれるとは。まあ私にはそれくらいが良い。これからよろしく頼む。はい、では早速動いてもらおうか。ブライブという反狼の戦士が私に仕えている。ああ、知ってる。彼の軍で見つけてほしいのだ。永遠の都、ドクローンの秘宝を。配下にブライブを呼んでおいた。詳しい話を聞くといい。ああ、それと軍師の維持、
魔術教授のセルブスもいるはずだ。セルブスはさっき魔術刀の名前だったよ。癖のある者たちだが気が向けば利用するがよい。きっと彼らもそうするだろう。はい。海外にいる3人と話をしていくがよい。慣れ合えとは言わぬ。だが彼らもお前を根積みしたかろう。新しく使えるものなど随分と久しぶりだからな。はい、これで終わりかな。終わりだね。よし、じゃあ話を聞いてこようか。あの竜もこのラインに使えてたりするんかな。ここにはいないのね。どこにいるんだ。お、いる。これ、あれ？これあの人じゃんね。なんでここに霊体がいるの？おお、貴公でしたか。ラニ様から話は聞いております。改めて私はイージー、カーリア王家に使える鍛冶師、そしてラニ様の軍師を務めております。軍師だったんだ。貴公はブライブと共にノクローンを探すと聞いています。できる限りの助言はいたします。ぜひ成就してください。はい、本体は向こうなんだよ。でもね、先だっては見当違いの忠告をしてしまいましたな。貴公がまさかラニ様にまみえ使える運命にあるものとは、この私の目をもってしても見抜けませんでした。許されよ貴公、そしてこれからよろしく頼みますぞ。共にラニ様のために。ラニ様のためって言ってるけど外にいるんだな。はい、であとはさらに下か。ああ、これが久しぶりだな。改めて俺はブライブ、お前を歓迎する。共にラニに使えるものとして。それで早速任務の話だが、俺はまだリムグレイブにいる。永遠の都ノクロンはこの地の底にあるのだからな。これから霧の森の井戸に潜ってみるつもりだ。ノクロンへの道を見つけるために霧の森の井戸に潜ってみる。なるほど。あの霧の森の井戸っていうのはここですよ。これここシーラフ川の井戸ね。ここ霧の森だからね、一番最初に見つけた井戸だね。でもう一個ここか、エインセル川の井戸ね。ここが二つ目だ。そしてもう一人がそこの人だね。君が何の推薦かね。まあ話は聞いているよ。私はセルブス魔術教授だ。また別の魔術教授か。田舎元の汗人に彼女が何を期待しているのかは知らないが、不運にも同じ主に仕えることになってしまったのだ。せいぜい役に立つことを願っているよ。見下されてるね。私はこの近くの別の塔にいる。もし君が何の役に立つ気があるなら私を訪ねてくるがよい。本来なら君のごときに咲く時間などないのだが、彼女の意思を無下にもできんからな。なるほど。とと馬鹿にされてるね。じゃああのドラゴンはやっぱり一旦消えたんだね。え、なんだ、出れないぞ。出ない、どういうこと、出れないんだけど。あれか、もう一回ラニに話してこないとダメってことこれ。外出れないね。あとここ普通に入っていけるんだな、馬で。あ、でも馬だとこれ起動できないんだ。はい、会ってきましたよ。ああ、一つ伝えておこう。私はもうすぐ眠りにつく。しばらくは目覚めないだろう。人形の体とはかくもままならぬものなのだ。そして期待しておこう。次の目覚めに吉報がもたらされていることを。寝たか。これ人形なんだね。この人形に魂が宿ってんのか、別のところに本体がいるのか、どっちなんだろうね。で、メリナに似てんのはなんか関係あんのかな。最近メリナに会ってないな。あ、みんな帰ってたね。よくね、あのこういう祝福のどっかでメリナと会話するみたいなのは選択肢があったりするけど、これで出れるか。で、ドラゴンも消えてるっぽいね、やっぱり。また別のところで戦うんだな、きっと。そしたら、それともあれで終わりなのかな。謎だったね。あ、やばい。あ、死んでなかった、よかった。思った以上に高かった。
さあ会いに来たぞセルブス。おお、本当に訪ねてくるとはな。世辞もわからぬとは。まったく田舎者には困ったものだ。まあ来てしまったものは仕方ない。君に一つ使いを頼もうじゃないか。ネフェリという女を探し出し、ある薬を飲ませるのだ。それくらいなら君にもできるだろう。ネフェリ、誰だっけ。なるほど、やはりアセピタとは浅ましいものだな。良いかな、私は君に機会を与えているのだ。簡単な使いをこなし、その褒美として私の教えを受ける機会よな。君もラニの役に立ちたいのだろう。よく考えて返事をすることだな。この人だけね、さま付けしてないんだな、ラニ、ラニのことを。でネフェリって知ってる人かと思ったけど違うか、これラティナだもんな。レフィナって誰だっけ。まあとりあえず受けようか。よろしい、ではこの薬を預けておこう。セルブスの制約。あれ、ネフェリという女を探し出し飲ませるのだ。吉報を期待しているぞ。無駄な話をするつもりはない。私が聞きたいのは使いの成就、その報告だけだ。分かったらさっさと出て行きたまえ。私は忙しいのだ。もう貴重品だよね。あ、これか。青黒くにぎ濁った製薬だって。ネフェリという女、会ったことあったかな。あんまり名前を聞いてないと思うから記憶に残ってないけど、結構ね、名前だけは聞いたことある的な人もいるからな。お、宝箱発見。お、メモリストーンだ。ここでも手に入るんだね。あの魔術のスロット数を増やすっていうやつだね、これ。あ、あそこにアイテムあるじゃん。普通のジャンプで渡れるか。お、ギリギリだった。危ねえ。お、黒狼の仮面。これブライブの仮面なのでは。かつてその影獣、影獣に姿を変え、魔女ラニーに害そうとしたものの遺品。まるで本物のようだ。あれ違うのか。ブライブじゃないな。魔女ラニーを害そうとしたものだもんね。はあ、狼っぽくなったけど、ただなる傷がある感じでなってるからあんま見た目良くないな。あれで傷とかなければね、なんか獣人プレイができるんだけど。さあ、そしたらもう一つの塔に行ってみようか。あっちも開いてるのかな。もう一つはレナの塔だっけ。なんかラニの別名みたいなことをさっき言ってたけど、あ、でもこっちは開いてないな。開いてない。ここはまた今度か。じゃあこの城の後ろ通ってこっち側ちょっと見に行こうか。なんかここに、ま、丸いところはなんか風呂があるんじゃないってちょっと思っちゃうから行ってみよう。ただここ霧が濃くて、なんか洞窟とか隠されていても発見しにくそうだよな。でも左っていうかこっち側はもう崖下なんだね。あっち側には何もなさそうだ。おはようございます、ビキパパさん、いらっしゃい。朝からご視聴コメントありがとう。お前は、お、氷結の武器、ちゃんと武器だったな。あ、音量飛ばしてくる。もうこんなとこにかがり火、かがり火っていうか祝福が、墓地があるね。ちょっと周りを見つつ、お、アイテム、おっと、なんかいた。白金人の位牌。危ない。お、なんかそこに誰かいるな。なんか指し示してるけど。え、なに？こっちな、おいで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 、こっちなんかあんの？え、この下何？この下城のとこだよな。あの人何指し示してた？あ、でもなんかアイテム落としてるね。幼年学徒の帽子。雫の妖精とかももらえ。なんだったんだろう。あれは。起きる時間だよ。おはようございます。はーい。しおりさんもいらっしゃい。朝からご視聴コメントありがとね。で、なんかそこ、なんかでっかい狼いるな。でかい狼がいるな。あれはなんか特別な敵っぽいね。えてててい、待って待って、 NPC 呼べるってことは待って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 、死ぬもっと事前に呼んどかないとな。あと素早いからクラゲ向いてないかな。で、財津は倒したらなんか落とす敵だな、きっとな。シフ君強いなぁね。なんかそんな感じ、もっと小さいけど、あと狼っぽいけどね、こっちは。
でここやっぱり風浪なんだな。大きい墓地の風浪。よし、あの狼を倒してから行こう。狼この下か。狼こっちだね。 OK、 事前に呼んで行きましょう。鉄壁の盾。あ、ちょっと他の来ちゃうわこれ他の狼来ちゃうな。他の狼も、でもこいつ名前特にないんだよな。あ、届いてない。えれい、届いてないな。えれい、避けられた。待ちつけ3つ。いや、全部食らってしまった避けるつもりが、あ、ガード外れてしまったか。おー、でかいのが刺さった。あ、ダメだ、遠い。あ、ダメだな、離れていっちゃうから。あ、弾かれたよ。あ、まずい、危ない。もうちょっと、倒せた。何も落とさない何も落とさないぞ。あそこに落ちてるアイテムがいいものだったらいいな。あ、外した。強かったね。当たらないんだけど、ジャンプ攻撃が。え、なんで当たらないの地味に攻撃を外されている。よいしょ、 OK。 でこれを守ってたっぽいね。黄金ドルーンの3回よ。しょぼかった、思った以上にしょぼかった。まあレアドロップで何かを落とす可能性もあったのかな、わからんけどね。よし、じゃあここ帰って、あと5分だけむにゃむにゃその5分がね、10分になり15分になり遅刻しちゃったりね。気づいたら1時間経ってたとかよくある。さあ、ちょっと風呂行ってみよう。どんなやつが待ってるかな。さあ、初めて来たところ、石肌の白王。なんだなんだ、あれ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 メテオを放ってくるぞ。いていていて、あー、攻撃弾けるからガンガン攻めるべきだなこれな。あれ、お、致命取れる、回復しとこう。これ離れちゃダメだな、離れちゃダメだこいつからは、離れない方がいい。 OK、いけるか、あとちょっと残った、倒したか、よかった離れちゃダメだこいつは。メテオライト、メテオだったやっぱり。この風浪で初めてかもしれない一発で倒せた敵は。いや、めちゃくちゃ打たれ弱いやつでよかったな。あ、んでこれか、虚空から小隕石を呼び落下させる魔術なんだね。消費 FP が30も使うの。長押ししている間隕石落下は続くだって。石の肌を持つ黒王たち、黒王たちが王と恐れられる破壊の力である。石の肌を持つ黒い王たちが恐れるのが白い王ってこと黒の王たちの上に白の王がいるってことかな。永遠に来世で起こしてね永眠しちゃうの。あ、そういえばこれ回収してないな。どこだっけ、ここか。回収回収、1万だかどんだけあった気がする。こんなとこかな、ここは。 あとここがなんかつながってんのか、あっち側。あんで、あの色違いのやついなくなってるあ、一回こっきりなんだな。でこの先で絶景をご賞覧あれ。あー、道が別につながってるわけじゃなさそうだ、ね、よしよし。ただおそらく、まあ一通りこの上の方を見たから、この中行きましょうか。とりあえず最初のかがり火に行きたいな。あ、でもこれが最初のかがり火か。お、上か、ちょっと待って、下は何もないね。はい帰ってくるのを待ちましょうか。でもこれ、あそこさ、紋章があって、あれを通るには特別な鍵がね必要なんだけど、その鍵をね欲しがってる NPC がいるんだよね。これね、学院の奇跡鍵っていう、これをもう渡していいのかどうかがね分かんないんだよね。魔術学院レアルカリア、とうとう来ましたね。ここの攻略終わった後に渡すべきなのかどうなのか、攻略前に渡したらボス戦に参加してくれるかなとかね、ちょっと期待してたりするんだけど、おとり役は多い方が楽だったしねっていう打算的な考えなんだけど、待ち構えてんね。痛い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 、ちょ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 、これ洗礼にしては大変じゃないか。
めっちゃ減らされるぞこれ。開ける。ここ攻略するんだったら魔力 100% カットの盾とかねあるなら欲しいよ。なんか降りてきた、降りてきたぞ。一旦外出よう。魔法が来る。まためんどくせえ魔法使ってるね。射程はそんな長くないのか。ダッシュ、魔法を使われる前に切る。オッケー。で特に、あ、横に道があるね。祝福だ。あ、そしてサイン溜まりだ。外に行く道か。あれは尻が有効だ。尻万歳。なんのこっちゃ。この外は向こう側の塔に爆砂のことなのかな。おうおう、見えてない敵がいた。お、硬いぞこいつ。群れに注意しろ。まずは右だって。このこと、あ、あるね。確かにメッセージが役に立っている。お、胆石の4だ。5が欲しいな。5があったらね、グレートソードを次の段階に強化できるからな。あと4個ほどいるけどね。お、そこにいる。祝福はかがり火のことですね。本作のかがり火は祝福という名前です。他にもいるね。他にもいたね。お、何体もいる。外した、これ外した。あ、ちょっと待って、見つかれた。オッケー。お、なんかいっぱい来たぞ。持ってんのキノコか。なるほど。かがり火でも良かった気がするんだけど、祝福っていう名前に変わってましたね。なんか攻略サイトとか見てもあの「かっこかがり火」みたいなね書き方されてたりするけど、まあ、ずっとねデモンズソウルからかがり火かがり火って言ってたからね。なんでこっち渡るの。あれ、なんかすごいすごい、なんか別のところに行きまくってるけど大丈夫かこれ。下は何もないね。なんか完全に正規ルートから外れた道を進んでいるぞ。人形兵の位牌、今の2体かと。ああ、はいはいはい。なんだと、敵が湧いてきた。敵の橋渡ったらここなのか。音がする、音がする。あそこだ。そこにスカラベがいるな。あれ、まだ倒れてない。ででででで、こいつ今 FP も吸ったぞ。 FP なくなった今ので。マジか、こいつ吸ってくるのか FP を。なんか減ってるなぁとは思ったんだよね。お、下になんかいるなぁ。ぐるーっと回ってくる感じか。後で行こうね。スススススあ、どっちにしろ倒しきれないな。なんか後ろにいるわ。ほらよーん。さっきの回り道はどこから行くんだろう。で、これ犬か。お、他のはいた。あー、ちょっと待って。あー、危ねー。ただの大振りになるとこだった。さあ、スカラベを追いかけるぞ。オッケー。戦敗幻影の槍、遠距離攻撃できるやつかな。なんか投げ槍っぽい感じだったね。で、さっきなんか裏道的なところどこから行くんだ。あ、こんなとこにアイテムが。キノコ、なんか違うルートっぽいな。さっき下に見えたやつ、あそこになんか動いてる昇降機がある。あれ届くかな。届かなかったー。倒しきれてない。こいつら無視してる。もう一丁。オッケー。あそこにもなんかいるわ。お、カーリア騎士の防具、ちょっと見た目かっこいい。投げ槍とダークな世界というと魔界村を思い起こしますだ。ああ、確かに確かにね。無限に槍を投げ続けるっていう。あ、ここ登れるんだね。あ、ここにアイテムが。この人はあれ、飛び乗った。あ、誰から逃げてたのこの人こんなとこで死んでるぞ。上が有効だ。そうですね。ああ、飛び降りる感じなのね。なるほど。どこに繋がってるんかなと思ったけど、で随分別の方向に進んできたけど、これどこまで行けるんかな。回復万歳。気のせいじゃなかったらボスエリアっぽくないあれ、なんかルート間違いだかな。なんかそこ乗れるっぽいよね、これ。この昇降機どこに行くんかな。で、先進んでみるか。なんか奥に魔力だまり的ななんか出てくるね。ボスだね、きっとね。ボスじゃない、ボスじゃないのか。あ、これ白王じゃね、さっきのね、さっき別のところでも戦ったやつの実体版だ。お、重力弾。これなんかボス強敵っぽいけど強敵じゃなかったな。よいしょ。
捕食の探石さん。例えばこの世界は村人のいる町とかありましたか？敵対しているとこならありますね。敵対者というか、あの味方じゃない村人ならありましたよ。会話ができるのはいなかったけどね。これはここで終わりっぽいな。おい、どこ行くんだろうね。ここが、ここだ。ここで一旦降りよう。これ以上行くと落とされるね。落下させられるわ。あれ、あそこの先行く場合はなんだろう、一旦こう、いやダメだよな、多分滑り落ちていくから行けないのかな。どうなんだろう。ここなんかいた。見つげない。あ、でも商人さんはね、結構いろんなところにいるね。流浪の商人か。ここも学院なのかな。なんか地下に来たけど地下に来てるんだけど、あ、でここからなら下側に行けるんだな。ね、あっち側にもなんか道あるしね。とりあえずまずこっち側行こうか。果たしてこっちの道はどこまで続くんだろう。あ、祝福があったよ。サインだまりで、ここは右に注意しろ。本当だ、ほらよ。前方にもう一人いる。本を読んでるだけの人か。お、音が。あそこにもいたの。いて。右の人見えてなかった。こっちは普通に学院っぽいね。3人いるな。宝箱あるから行ってみたいけどね。ちょっと一旦バックスタ取って。壺の人もいた。痛い。ちょっと壺からやろう。壺の人、おいで。地味に食らう。オッケー。あ、ちょっと待って、奥にもまだいるわ。危ねえ。オッケー、倒したー。儀式壺。消耗品じゃねえか。あんまいらんかったな。あ、やっぱいるわ。上にもいるのか。ここ開くかな。こちらからは開かない。残念。まあ、とりあえず時間的にここまでかな。ね、今んとこね、ミミック見てないですね。いるんだろうかね。どうなんでしょう。はい、ナイス。ありがとう。こっち、チラッとだけ。教室のスクロール。あと、ここにアイテムが。転送はな、的なものはあったけど、ミミックは今んとこ見てないですね。はい、じゃあ引き続き、次回、このレアルカリア学院、攻略していきましょう。上と下があるっぽいからね、どっち先行こうかっていう感じですね。はい、それでは最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントいただいていた、ホタルさんとビッグパパさんとしおりさん、ありがとうございました。次回もよろしくです。それでは皆さん、また次の配信や動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。